ナショナル航空は1934年から1980年まで運航していたアメリカ合衆国の航空会社である。1980年にパンアメリカン航空に吸収合併された。サンキングと呼ばれた太陽のマークで知られ、パンアメリカン航空に吸収された後もマークは他の航空会社などで使用されている。ナショナル航空の歴史は1929年に シカゴの実業家ジョージ・ T ・ベイカーがナショナルエアラインズタクシーシステムという小さなチャーター機会社を買収したところから始まる。2機のライアンモノプレーンを購入し禁止法が施行されていたこの時代にカナダまで酒を飲みに行く客の輸送を行っていた DC-8DC-101934 年になると他のアメリカの 航空会社同様郵便航空輸送にも参入して路線を拡大。ナショナルエアラインズとなってからは1944年に大手航空会社イースタン航空を抑えてジャックソンビルニューヨーク間の路線を開設。さらにフロリダ州に本拠地を移してキューバへも路線を広げた。しかし1950年代に入るとデルタ航空や ノースウェスト航空といった大手との競争で苦境に陥った。このためマイアミのホテルと提携したパックツアーを企画したり、ニューヨークマイアミ間の夜行便を運行するなど、積極的な対策を取った。さらに1970年には DC-8 を使って、長距離国際線であるマイアミロンドン線を開設。さらには、 ワイドボディ機であるボーイング747や DC-10 を投入するなどの施策に出た。こうして、ナショナル航空はアメリカの中堅航空会社となったが、国内線、国際線とも大手航空会社に比べるとし、1978年から始まった航空業界の規制緩和を受けて、ナショナル航空はフランクフルトやアムステルダムへも路線を開設。さらに買収によって、 規模を拡大しようと図った。しかし買収はうまくいかず、逆に、ノースウェスト航空や、フランク・ロレンツを率いるテキサスエアなどが、ナショナル航空買収に向けて動き出したが、最終的には、国際線を大手のパンアメリカン航空に買収された。国際線では、世界中に路線を広げていたパンアメリカン航空だったが、国内線の路線網はほとんどなく、ナショナル航空買収で一気に、 国内線でも規模を広げようとしたのであった。こうして1980年10月26日にナショナル航空はパンアメリカン航空に吸収され姿を消した。パンアメリカン航空はナショナル航空を買収したがナショナル航空の国内線はマイアミを中心に南北方向へ伸びる路線が多い一方で東西方向の路線が少なかったために パンナム国際線との連携が得られなかった。また、旧ナショナル航空の社員の賃金をパンナムの高い賃金に一本化したため、人件費コストが増加したことなどから、1970年代から悪化し始めていたパンナムの経営はさらに悪化することになった。結局、パンナムにとってはナショナル航空の買収は大失敗に終わり、 そのような中で1988年にパンアメリカン航空103便爆破事件の発生が致命傷となり、ナショナル航空買収のわずか11年後の1991年にパンナムは破綻した。一方、ナショナル航空の名は1983年に別の航空会社に使われたが、1986年に倒産。 さらに1999年にも復活したが2002年には倒産。現在はミシガン州のチャーター便会社マレーエアーがナショナルエアラインズの名称を使用している。またナショナル航空の使用していた太陽のマークは1999年から2004年まで存在した格安航空会社のサウスイースト航空が使用していた。 ボーイング製航空機の顧客番号は35だった。事故後の193便。ありがとうございます。